白な世界で置かれたここで咲きます。何もかもが夢を見てるようなこの広い世界で、誰かに言われたことをふと思い出す。いつも笑顔でいれば何でもできる。
その後はただ上昇するだけだよ。歌に乗せてなんとなく言ってしまったけれど、やばいちょっと今のなしで取り消し。景色をぼーっと遠くを見ていると、目に映る全てのものが移ろい、そして流れる。考え事しながらその景色を見てると、モヤモヤした頭の中綺麗すっきりしちゃうんだ。流れゆく景色を見つめていてふと思う、どんなに大きなものでも小さな積み重ねでできてるよ。ちょっと気づいたことなんとなく歌ってみたんだ。いろんなことを考えるのはしょうがない。変わりゆく景色を見つめていてふと思う、どんなに小さなことでもよく見るとI'm not afraid.ドラマ CD ぷよぷよクロニクル第1話、アリーと憧れの勇者様。皆さんこんにちは。私の名前はアリーです。最近とても嬉しいことがありました。なんと私の住むこの世界に、別の異なる世界からどうやら勇者様がやってきたのです。お告げによると、勇者様はこの世界を愛で満たしてくださるのだとか。これはそんな期待の星の勇者様アルルと出会って間もない頃のお話です。ああ、憧れの勇者様とこうしてご一緒できるなんて光栄の極みです。って、あれ、勇者様がいない？ここ？あ、カーバンクルはいるんですね。それでは勇者様はどこへ行ってしまったんでしょう。ゴー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 。どうしましょう。何と言っているのかさっぱりわかりません。ゴーゴー。いずれにしても下手に動き回るよりここで待っていた方が良さそうですね。こういう時冷静な判断がものを言いますから。グググー。ところで、カーバンクル。グググ。実は、私、ずっとあなたのことが気になっていたんです。グググ。勇者様の大切な相棒であるあなたに、こんなことを言うのは、いけないことなのかもしれませんが。グググ。カーバンクルは、カーバンクルの体は一体どんな触り心地なんでしょう。グググ。あの、もしよければほんの少しでいいので触ってみてもいいでしょうか。グググググ。あ、
のは許可いただけたということですね。では早速。何ですかこれは。羽のように柔らかくもしっとりともちもちを合わせ持ったこの弾力、すべてを優しく受け止めてくれるような独特の愛を感じます。うぐぐぐぐ。すみません、ついうっかり妄想にふけってしまいました。ぐぐぐ。しかし本当のところはどんな感触なんでしょう。ぐぐ。冗談です。怖がらせるつもりはないので安心してください。ただ私もう一つ気になることがあって。グーグー。カーバンクルと勇者様はいつから一緒にいて、どうしてそんなに仲良しで、息がぴったりで言葉が通じ合っているんですか。グー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 。お二人が羨ましいです。グーグー。実は私なぜか過去の記憶が曖昧というか、ほとんど覚えていなくて、一緒に愛を語り合えるような友達もいません。もしかしたらいたのかもしれませんが、それも思い出せないんです。グーグーグー。でも平気ですよ、今は勇者様とカーバンクルがいますから。あ、今はちょっとはぐれてしまってますけどね。グーグーグー。いつかもっとお近づきになれるでしょうか。こうやって一緒に冒険をしたり、ぷよ勝負をしたり、三日三晩愛についてディスカッションしたり、あとはそのお互いを名前で呼び合ったり。グー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 。え、あのなんて言っているんでしょう。行かれていたのですか。あっちの方でちょっと気になる場所を見つけたから調べてたんだ。カー君に伝言を頼んでたんだけど。グーグー。ああ、そっか。アリーはカー君の言葉わからなかったよね。ごめんね、うっかりしてたよ。いえ、こうして無事に再会することができましたし、カーバンクルとの楽しい愛の時間を過ごせました。グーグー。それならよかった。グーグーグー。何カー君。グー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 。え、アリーが僕にしてほしいこと何かな。ダメですよカーバンクル。そういうのはきちんと自分で言うべきであって、というかそもそもそんな恐れ多いことを勇者様にお願いできません。グーグーグー。え、なになに、二人とも何の話をしてるの。それより勇者様、今調べてきた気になる場所というのはどうでしたか。僕の勘違いだったみたい。最初の予定通りひとまずグリンプの村に急ごっか。そうですね、それがいいです。ねえアリー。はい。僕ね、気づいたら急になんだか知らない場所にいて、急に現れた君のテンションに最初は正直びっくりしたけど、今はアリーがいてくれて心強いんだ。勇者様、これからしばらくよろしくね。はい、こちらこそよろしくお願いします。勇者様。あのさアリー、その勇者様って呼び方なんだけど。2話。愛ってなんだろう。さあ、エミッション、メロディースケール、スターリン、ブレイブハート。おっと、ここでアリーの連鎖が入った。
アルル、大丈夫かな。よし、僕だって。えい、ファイヤー、アイスストーム、ダイヤキュート、プレインラムド、10ゲーム、ファイヤーエーン。大丈夫アリー？はい、平気です。アルルの連鎖から大きな愛の力を感じました。ぜひまた私とぷよ勝負で愛し合いましょう。うん、次も負けないよね、カー君。グーグー。あのさ、アリー。はい、どうしましたか、アミティ。ずっと気になってたんだけど、アリーがいつも言ってるその、愛し合いましょうですか。うん、それなんていうか、恥ずかしかったりしないの？私はなんだか聞いてるだけでキャーって気持ちになるんだけど。特に気にしたことはありませんね。本当に？少しも？はい、この世界にはたくさんの愛が溢れていますから、あれもこれもみんなみんな大好きです。愛しく感じたものを愛しいというのはごく自然なことです。アリーってば、時々冒険のお邪魔をしてくるラミットやウィルーなんかの敵にも愛を叫んじゃうくらいだからね。グーグー。ほえー、ということはあそこの木に止まって歌を歌っている小鳥は愛しいです。そこの木陰でお昼寝してるトカゲは愛しいです。あたしが被ってるこの赤ぷよ帽は愛しいです。じゃあ今足元に落ちてたこの小石は愛しいです。アリーってなんだかすごいね。すごい？うん、だって私はそこまで全部を好きとは言い切れないもん。アミティには嫌いなものがあるんですか？学校のテストとか放課後の補習とか、嫌いっていうか苦手かな。素敵な魔導士になるために大切なことだっていうのは分かってるんだけど、テストというのも補習というのも詳しくは分かりませんが、アミティがもっと歩み寄ることができればきっと何かが変わりますよ。そうなのかな。今の話で少々気になったのですが。どうしたのリンゴ。好き嫌いというのは他者との比較によって生じるものではないでしょうか。つまり全てが好きというのは全てが普通ということになるかと。リンゴ？なんだか難しくてよくわからないけど、アリーは嘘はついてないと思うよ。いえ、アリーの愛を疑っているというわけではありませんが、全てを愛しいと感じるのは変なのでしょうか。そんなことないよ。つまりリンゴが言いたいのは、落ちてくるプヨが全部赤プヨになっちゃったら連鎖ができなくてつまんないよっていうことでいいのかな。出だしは良かったんですが最後に離れました。そうですよアミティ、赤プヨしか落ちてこないということは、たとえ連鎖ができなくてもエンドレスに全消しができますから。この世にいらない赤ぷよなんてありません。ここでまさかの赤ぷよ愛が炸裂？リンゴ？どうしたんですか？いえ、なんだか変なことを言ってすみませんでした。アリーには本当に全てのものを好きと言える、愛することができるすごい才能があるんだと思います。今それを理解しました。そう言ってもらえると嬉しいです。そういえばアリーが怒ったり落ち込んだりしてるところってほとんど見たことないよね。グググー。そうですね。例えばもしも世界から愛がなくなってしまったらと考えると少し怖くなったりもしますが、それでも今度は私の愛で何とかできるって信じてるんです。アリーっ
同じじゃないですか。え？うん、アリーとアミティってなんだか似てるなって僕も思ってた。グググーグー、そうですかね。どうでしょう、アミティ。あなたも一緒に愛の言葉を口にしてみませんか？え？私は、いいよ。平気ですって。アリーはそうかもしれないけど。アミティ、何をそんなに意識してるんですか？そういうわけじゃ。だって、愛だよ。私にはまだ早いっていうか、よくわからないもん。アルルもそう思わない？まあ確かに。ほらほら。でもさ、愛してるっていう言葉ってルルーがサタンに対していつも言ってるけど、なんかなんとなく悪い感じはしないっていうか。アミティも試しにそんな風に一度言ってみればいいんじゃないかな。アルル、なんか面白がってない？そうそう、部活の先輩であるところのリスクマ先輩だっていつも愛を爆発させてますよ。さあアミティ、ルルーやリスクマ先輩を見習っていっそのこと一思いに行っちゃいましょう。リンゴまで。わかったよ。よく虹の下には宝物が埋まっているみたいな都市伝説めいた話は聞きますが、こんなわかりにくい書き方じゃまるで暗号だね。どうしたのリンゴ、急に笑い出して。これはいわゆるおおよそ確率的にお宝の場所を指し示す秘密の暗号。楽しい謎解きの予感です。リンゴ、ダメだよ。今の僕たちの最優先は塔への道を急ぐことでしょ。いくらこの洞窟の先にどんなワクワクする冒険が待ってるんだろうって思ったとしても、そこはグググーっと我慢して。グググー、多分なんだけど、アルルもリンゴもこの洞窟に入りたいんだよね。まあ少しは。ぜひ入りたいです。さあさあ思い切って行ってみようよ。ちょっと寄り道したくらいで塔は逃げたりしないんじゃないかな。アミティさん、私感じました。え？アルルとリンゴの本心をすかさず汲み取り、まるで大きな愛で全てを包み込むようなその心配り、
素晴らしい友達愛を感じました。よくわからないけど、そんなにすごいことかな。はい。なんだかそんな風に言われると照れちゃうかも。もちろん二人のために提案したんだよ。でもね、実は私もどんなお宝があるのか気になってたりして。あはははは。ヘイ、僕たち先に行ってるよ。グッグググ。サクッとなるはやで謎を解いてしまいましょう。はい。みんなもう洞窟に入ろうとしてるし、待ってよ、置いてかないで。ねえねえ、お宝って一体何なんだろうね。それはもう宝箱いっぱいの金銀財宝あたりが相場ではないでしょうか。私はもっと軽くてふわふわでとろけるような甘いおやつがいいな。グググググ。アミティ、カーバンクル、洞窟の中で見つけたおやつなんて正直食べたいですか？そう言われてみると迷っちゃうかも。グググ。ねえ、アリーはどんなお宝が欲しい？私はもちろん愛です。愛？はい。皆さんとこんな風に冒険ができて今とても楽しいんです。だからいつか終わりが来てしまわないように絆をつなぐ永遠の愛が欲しいです。永遠っていうとなんだかすごく壮大な感じがするけど、みんなとずっと一緒にいたいっていう気持ちは僕たちも同じだよ。ね、カー君。ググ。アルル、カーバンクル。あ、見て見て、少し広い場所に出たみたいだよ。わあ、一面にたくさんの花が咲いてます。しかもぼんやりと光ってて不思議ですね。きれい。あれ？何か音が聞こえない？足元の方から聞こえるような。クーク、クーク。なんと、この光る花、音まで発するんですか。ますます興味が湧いてきました。しかもだんだんメロディーっぽくなってきたよ。私、この歌知ってます。そうなの、アリー。ランララララララ、ラランランララララララ。なんだか優しくて愛に溢れてていい歌だね。より花の光が強くなってない？まるでアリーの歌、妹に愛に反応しているみたいですね。さあ、アルルも一緒に愛を歌いましょう。え？僕も？急に歌えるかな？大丈夫です。勇者様の愛があれば。ケイケ、なんだか不思議な感覚なんだけど歌えそうな気がしてきたよ。宝探しの暗号とはそう。
でしょうか、今の音は。でー、なんじゃこりゃ。地面に大きな穴が開いてる。もしかして今の地響きのせい？ふむふむ、なるほど。すべて解けました。暗号文の続き、そこにお宝というのは、この突如現れた大穴の底にお宝がある。と、そういうわけです。にゃははははリンゴがこの状況で慌てるどころか、謎解きに夢中でむしろテンション上がってる。リンゴの謎愛、恐れ入ります。まあ、無事に謎も解けたことだし、お宝が何かを確かめてみようか。よーし、それじゃあ私が一番。待ってください、アミティ。暗号を解いたのは私ですよ。ちょっと二人とも、僕とアリーが見えないじゃないか。ククググ。皆さん、落ち着いてください。穴のそばで押し合うのは危険ですよ。もっとお互いに愛を持って、って、ギャー！あ、アリーが穴に落ちた！なんと見事な落ちっぷり。って、なんて言ってる場合じゃありませんね。アリー！今助けるよ！聞こえる？アリー！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 起きて！ここは、今のは、夢？グーグー。ねえねえ聞いてよアリー。さっき村の人から聞いたんだけど、この近くに世にも珍しい花が咲いてるんだって。なんでもその花は愛の力に反応して虹色に光るそうです。きっとアリーも気になるだろうと思って急いで伝えに来たんだ。それになんだか夢にうなされてるみたいだったし。虹色に光る花。どうしたのアリー、何か気になることでもある？いえ、何でもありません。皆さんのお気遣いに思わず感激していました。ありがとうございます。どういたしまして。それじゃあ行こうか。はい、その不思議な花に私たちの愛を届けましょう。第4話、ドキドキホラーナイト。なんだか不気味な場所に来ちゃったね。道を間違えちゃったのかな。怖いよ怖いよ、 K-O-W-A-R-E、 超怖い。とってもストレートで素敵な歌ですね。リンゴの素直な気持ちが伝わってきます。だって何か歌っていないとシーンと静まり返ったが最後、それを合図に科学では証明のできない世にも恐ろしいものが飛び出てきそうな気配じゃないですか。それって例えば幽霊？いやー、その4文字は口にしないでください。私、それだけはダメなんです、本当に。そうだったね。リンゴは、幽霊が怖いんですか？こにゃー、あっさり言われた。さすがアリーは、怖いものなしって感じだね。そもそも何ですか、今回のタイトルは。ドキドキ、ホラーナイトって、怖いじゃないですか、恐ろしいじゃないですか。ドキドキなんて可愛く表現しても許されませんよ。リンゴ落ち着いて、タイトルにまで八つ当たりしちゃダメだよ。おや、あれは何でしょう。暗くてよく見えませんが、湖？いやあ、君たち。いやー、ついに出た。うわあ、なんだなんだ。リンゴ落ち着いてよく見て、ただのクルークだよ。なんだ、ただのクルークですか。もう、驚かせないでくださいよ。ただのとはなんだい、ただのとは。こんなところで知り合いに会うのも珍しいから、わざわざ声をかけてやったっていうのに。
こんなところって、もしかしてクルークはこの場所を知っているんですか？まあね、偶然どこかで読んだ本に書いてあったのさ。このキミワール湖には有名な伝説があって、それはそれは恐ろしい魔獣が封印されているらしい。へえ、なんだか穏やかじゃないですね。僕はその魔獣の封印を解いてしもべにしようと思ってるのさ。しもべ？あの、なぜでしょう。お友達ではダメなんですか？なぜって、かっこいいからさ。魔獣を隣に従えた魔導士なんて、いかにもダークで強そうだろう？そのセリフ、なんだか良くないフラグが立っているように感じるのは、私の気のせいでしょうか？ふん、羨ましいからといって、僕を止めようとしても無駄だよ。あ、いえ、全くもってそういうつもりでは。とにかく、その封印の場所はここからそう遠くないはずなんだ。君たちはついてこないでくれたまえ。あ、待って、クルーク！だから止めても無駄だ。うわー！クルークが湖に落ちた！今回は何かとよく落ちますね。冷静に感想を言っている場合ではありませんよ。すぐにクルークを助けなくては。待ってください、アリー。なんだか様子が変です。ちゃっちゃーん、ちゃっちゃーん、出たー。今度こそ本物ナイスなリアクションをありがとう。双子の幽霊ゆうちゃんです。れいくんです。突然ですが、ここでクイズです。私たち今それどころじゃなくて、さっきあなたたちがこの湖の中に落としたのはどちらでしょう？え？一番。恨めしいクルーク、恨めしや。二番。おどろおどろしいクルーク、おどろおどろしや。どっちも違うよ。大正解！正直者のあなたたちには、怪しいクルークを差し上げます。差し上げます。なんだ貴様たちは。ここはどこだ？あ、クルーク。でも、なんだか雰囲気が違うような。それではそれでは、無事にクルークが戻って丸ーく収まったところで、さようなら。さようなら。ちょっと待ってよ。おい、お前たち。はい、何でしょうか。我が本がずぶ濡れなのだが、何か知っているか？それはきっとあなたが湖の中から現れたためかと思われます。なるほど。まあ、こんなこともあろうかと前もって撥水加工を施しておいたからいいようなものの。もしねえ、アミティ、この人って本当にクルークなんですか？私にもよくわからないよ。なんと、学校でほとんど毎日顔を合わせているアミティにも判別困難というわけですか。それでは私はもう行くぞ。え、一体どちらへ？魔獣が封印されているという噂の場所だ。その話を知っているということは、もしかして本当にクルークなの？私にそれを答える義務はない。あ、待ってください。追いかけましょう。こっそり後をつけてきたものの、彼は一体何をしているんでしょう？離れていてよく見えませんが、いかにも意味ありげな石板の前で何やらブツブツと唱えているような。もしかしてさっき言っていた魔獣の封印を解くつもりなんじゃない？どうしましょう。本当に
恐ろしい魔獣が解き放たれたら。いくら今のクルークの雰囲気がいつもと違うと言っても危険な予感がします。いきなり魔獣に食べられちゃうかも。その可能性は捨てきれません。そんな、そんなのダメだよクルーク。アミティ。ん、あ、眩しい。今の光は何だったんでしょう。今回は何かとよく光りますね。あ、子犬？こんなところにどこから来たんだろう。こう見えてこいつはれっきとした魔獣だぞ。え、それじゃあこの子が封印されていると噂の？どうやら私たちが心配する必要はなかったようですね。もしかしたらクルークが食べられたり、町中が混乱の渦に巻き込まれたり、世界を炎で焼き尽くされたりするかもって思っていましたが。そんなことまで心配してたの、リンゴ？クルークさんはやっぱりお友達になりたくてこの子の封印を解いたんですか？特に理由はない。だが長き時を封印されたまま過ごすのは退屈だからな。せっかく自由の身になったんだ。好きなところへ行け。私はもう帰る。ついてくるな。すっかり懐かれてたね。あの様子だとしばらくは離れてくれないパターンが予想されます。クルークの魔獣愛、私にも伝わってきました。うわあ、よく寝たなあ。で、どこだここは。外？うわあ、なんだなんだ、子犬。やめろ、くすぐったいじゃないか。どうして僕はこんなところで寝ていたんだ。確か何かの伝説を聞いて何かをしに何かの野望を持ってきたはずなんだが。ああ、何も思い出せない。誰か僕に教えてくれ。僕アルル、魔導士の卵なんだ。君も一緒にワクワクする冒険へ出かけよう。えい、やあ、行くよ。せーの、ダイヤキュート、リバイア、ファイヤー、アイスストーム、ブレインダムド、ジュゲム、バイオエン。行きまーす。やったー、いたたー、大打撃、大勝利、バタンキュー。うふふ、うわー、やったね、やったー、ヘブンレイ、いっけー、イエーイ、いてててて、なんで僕もうダメ。グー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 グッグー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 
ッググー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 。私はアリーというものです。世界を愛で満たすための旅をしております。さあ一緒に愛し合いましょう。さあ行きます。感じて、溢れ出す愛の力。オールイズラブ、エミッション、メロディースケール、スターレイン、ブレイブハート、ラブシェイン。さあ愛し合いましょう。愛がみなぎる。愛が足りない。またお会いしましょう。及びませんでした。こんなに激しく申し訳ございません。愛です、愛です。惚れ惚れします。それぷよ愛です。愛を感じます。チクリとします。痛いです。キャー、ヤッホー、私アミティ。夢は素敵な魔導士。お勉強はちょっと苦手だけど元気いっぱい頑張るよ。やあ、行くよ。始まるよ。準備 OK。アクセル、お返しだよ。フレイム、サイクロワール、アクティーナ、フェアリーフェア、バイオエーン、いきまーす。フィーバー、あちゃー、うわー、イエーイ、パタンキュー、パッチグー、イエーイ、イエーイ、よーし行くよ。えーい、イエーイ、決まったね。やめてー、負けないよ。ダメかも。私はラフィーナ。強さと美しさを保つため、いかなる時もトレーニングは欠かしませんのよ。ほら、こっちよ。ご覧なさい。お見舞いするわ。フォルト、お返しですわ。ネージュ、フラーム、ディシャージ、フーダルティー、シエルアーク。覚悟はよろしくて。あはは。何よ。やめやがれですわ。当然の結果ですわ。こんなの嘘よ。さすが私。え？余裕だわ。余裕だわ。覚悟なさい。はっ！いきますわよ。決まりましたわ。なんですって？私としたことが、ふざけんなですわ。名前、シグ。好きなもの、虫。気になること、虫。なんだっけ。あ、そうそう。これだった。アシッド、セレスト、シアン、セルリアン、ラピスラズリー、シレスティアル、ハイドレンジア。やるぞ。うん。大変だ。
飼ってた。うーへー。できた。ダメだ。よーし。よーし。行くのか。と。や。やったー。いた。やられたー。安藤りんごと申します。難しい問題や謎解きなら私にお任せください。かっ飛ばしていきますよ。解けた。ビビってきた。興奮してきた。グフフフフ。にゃははは。お返しいたします。サイン、コサイン、タンジェント、インテグラル、パーミテーション。いざ、参ります。完璧。あた。あいたたた。完璧です。次は予習してきます。正解。不正解。やったね。やったー。ピーンときた。それ。やっほー。やっほー。開いた。危険です。やられた。佐々木マグロだよ。趣味はたくさんありすぎて選べないな。でも最近は RPG に興味津々かもね。お、よっと。え、やっと。それ。ついに来ました。はやぶさ返し。ふりけん。稲妻落とし、胡蝶の舞、サイドワインダー、新太陽極意。ちょっとやるか。チャンス。おお、厳しい。僕の勝ちだね。なんでこうなるの？うひょー。おやおや、うひょう、うひょひょう、ストライク。それ、ほいさっさ、うひょひょう。おっとっと、ダメかも、ダメだった。リスクマだ。日々コツコツ、いや、ドカンドカンと実験に明け暮れている。それもすべて愛のなせる技。ふむ、ほほう、なるほど。そういうことか。大発見。謎が解けた。I love you。我愛你。十タイム。アロハ、アオヤオエ。愛してる。これより開始する。反応終わり。問題発生。ぬおー。科学は正直だ。反省会を開く。実験成功。実験失敗。アンガー。ふんぬー、ドッカーン、ふんぬー、アンガー、大成功だ。失敗だ。のー、難しい。僕の名前はクルーク。普段から予習復習をしっかりしていれば何も慌てることなんてないはずさ。違うかい？目覚めよ。眠る星。ここに集い。
銀河となれ。我に力を。ディフェクチオルナーエ。フォッサ。テクトニック。ステライネランス。ウルサマヨル。ウィスアトラヘンディ。僕とやろうってのかい？見せてやるさ。いたた。うきゃー！やっぱり僕の勝利だね。そんなー。うひゃ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 ー！なんで？うひゃ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 ー！うひゃ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 ー！覚悟はいいかい？いけー！決めてやる！計算通りさ。うぎゃー！ちょっと待って！そんなー。リデルと言います。その、私も、皆さんと一緒に、冒険してもいいですか？すいません。いいですか？行きますね。あ、やった。ベント、ウラガーノ、ティフォーネ、トゥオーノ、アルコバレーノ。よろしくお願いします。やりました。やん。ひどいです。えへ、嬉しいな。残念です。できました。あ、ダメ。やったー。嬉しいです。行きますよ。ごめんなさい。キャッ。いやーん。やめてください。双子の幽霊、ゆうちゃんでーす。れいくんでーす。鮮度抜群、クールなクイズやギャグをいつでもどこでもデリバリー。それ、とりゃ、ほいっさ。それでは、お待ちかねー。リインカーネーション。レッドウィスプカモン。ブルーウィスプカモン。ヘビーヘイズ。パーツストーム。ベストインピース。はい、注目。バババーン。ほにゃ。あれれー。やりましたー。ほにゃほにゃー。絶好調ミス。フェイリオ、諦めなさい。私の占いにかかれば、全部、お見通しなんだから。この感じ、来るのね。来た来た来た。キーイングレス、リフリネーション、ホラリー、ベネフィック、コンジャンクション、シグニフィケーター、プリンシパルスター！運命に逆らうつもり？見えたわ。やだ！いや、ダメなの！勝利は分かってたわ。運命が見えない。分かっていたの。何かが乱れた。運命よ。運命なのよ。
行くわよ。消すわ。消え？梅なのよ。はあ！認めないわ。もう、ダメ。やあ、僕はレムレス。水星の魔導士なんて呼ばれてるけど、それはそれとして、甘いお菓子を受け取ってほしいな。ほら、おいで。怖くないよ。食べてごらん。アロゼ。甘いね。パルフェ。モンテ。コンフィテュール。グラッサージュ。フォレノワール。よろしくね。気をつけてね。おっと。そんな。みんな仲良くね。甘くないね。ワクワクするね。違ったかな？ほーら！まだまだ！始まるよ！それ！まだ行くよ！ごめんね。あいった！どうしようかな。残念だな。世はサールデカナールシェルブリック三世、海の国の王子である。お主、世のしもべし坊であるな。たくさんでもよい。うむ、よいぞ。苦しゅうない。地下よれ、世の力見せてやろう。ダルフィンスマッシュ、シャークスバイト、ホエールチャージ、トライデントビロー、プリンスディグニティ、頭が高い、控えおら、無礼者、謀反じゃ。世は満足じゃ。無念じゃ。ふむふむ。うん、はっはっは、はっはっはっは、とっておきじゃ。ほほう、そこへ直れ、成敗じゃ。むむ、重罪じゃ。敬意が足らん。アコールです。プリンプ魔導学校で先生をしています。そしてこちらは、ポポイニャ。なんにも怪しくないニャ。だからあんまりジロジロ見るのはやめるニャ。レント、アンダンテ、モデラート、プレスト、ビーボ、パルティシオン、クラウス、ソルフェージュ、クレランス、ポポイランス、ファンデテュード。始めますよ。よろしいですか？キャン。いやん。楽しかったわ。負けちゃったわね。あら。テストを始めます。えい、行きますよ。ごめんなさいね。あらら、あらあらあら、これはいけませんね。華麗なる格闘女王ルルーよ。私の拳を受けたければそこへお並びなさい。てやとう、行くわよ。覚悟なさい。精神一等、神道滅却、破顔症、風神脚、鉄拳制裁、砲撃連脚、女王乱舞。可愛がってあげる。あ、はっはっは。
なんてことを。あーん！女王の鉄拳、いかが？覚えてらっしゃい！当然よ。キー！当然よ。当然よ。ごめん、遊ばせ。鉄拳ですわ。はぁ？ひれ伏しなさい。あん！こんなことって、乙女になんてことを。俺は闇の魔導士、セゾだ。この剣の恐ろしさ、その身をもって味わってみるか？ふん、冗談だ。た！行くぜ！くらえ！闇の剣よ、切り裂け！デュラミス！サンダーストーム！スティンシェイド！アレイヤード！シャドウエッジ！アレイヤードスペシャル！お前が、欲しい！これで決まりだ！こしゃくな。勝負あったな。この俺が、闇の力よ。まさか！もらった！もらった！エクスプロージョン！くらえ！もらった！勝負あったな。がっ！バカな、こんなはずはない。待たせたな、ベイビー。誰にも真似できねえこの華麗なステップ、魅惑のダンサー、スケトウダラ様の登場だぜ。うお、ステッピング、ローリング、ジャンピング、ヘイヘイヤイ、グルービー、サーフビート、リップルターン、ファンキーウェイブ、ソウルダイブ、ダンシングオールナイト、ミュージックスタート。しびれる、ギャギャババ。俺様に惚れるんじゃねえぜ。ギョウウーン、サルフー、うお、クール、クール、ヘイヘイヘイ、踊るぜ。フィニッシュ、崖っぷちだぜ。アンビリーバボー。おいっす、魔女見習いのウィッチですわ。魔法薬作りの材料を集め、もちろんあなたも手伝ってくださいますわよね。よっ、ほいっと、それ行ってみよう。ティンクルダスト、ドンウェーン、メテオ、タキオン、ブラックホール、クエーサー、ビッグバン。おいっす。当然ですわ。わあ、病院、おバカさんね。いててだよ。おお、ダメだこりゃ。おーほほほ、おーほほほ、シューティングスター、覚悟なさい、おバカさん。なんておバカさん、ちょっとおやめなさい。あららだよ。私、ドラコケンターロス、ド
な強敵が現れようと、美少女コンテストで優勝するのはこの私なんだからね。さあ、いくよ。これでどうだ。ぶっちぎりガオー、お返し、ファイヤーブレス、バーニングブレス、ドラコスペシャル、ダイナソニック、グレートファイヤー、負けないからね。楽勝、ゴッピン、お手紙ちょうだい。実力が違うよ。ほえー、これが実力なのさ。あれー、ガオー、ガオー、ドラゴニック台風、いっけー、そりゃー、ガオー、許さないぞ。やられちゃったよ。僕はエコロ。わかりやすく言うと、時空の旅人。え、全然わからないって？君面白いね。お？いいね。なかなかいいね。興奮してきたよ。わははは。お返しだ。ライアー。シンドル。フェイクスピーチ、ラブリートリック、イミテーション、一緒に遊ぼうよ。いいんじゃない。痛いなあ。あー、楽しかった。負けちゃったか。いい感じだ。ダメか。ぼよよん、ぼよよん、ぼよよん、それ、痛いかもよ。あはははは、うわ、楽しくないよ。ひどいよ。サタン様だ。不要地獄の創造主にして闇の貴公子、加えて絶世のイケメンときては、もはやモテる要素しか見つからないぞ。はっはっはっは。ふん、愚かな。行くぞ。覚悟はいいか。見るがいい。それで本気か。ディザスター、ジャガーノート、カタストロフ、カタクリズム、アセンション。身の程知らずな。ショータイムだ。やるな。いで。私に逆らうからだ。ありえん、嘘だ。はははは。え、ダメ？はははははは。地獄行きだ。ふん、くらえ。はははは。あれ、こんなはずは。そんなバカな。私はラフィソル。なぜここにいるのか、なぜ生まれてきたのか、わかっていることは、私は、奪う、すべてを、何もかもを取り込む、それだけだ。行くぞ。諦めろ。無意味だ。委ねろ。リベレーションズ、ハイド、スナッチ、テイクオーバー、ドミネーション、ディスオーダー。私は、奪う。素晴らしい。やるな。
バカな。すべてを取り込む。奪えなかったか。止まらない。認めない。まだまだ。まだまだ。全部なくなる。無駄だ。終わりだ。もっと奪う。痛い。負けない。力がなくなる。